30度を超す急斜面が日本勢の前に立ちはだかった。肋骨の怪我をして出場のエース月田は無念、コースアウトに終わってしまう。長野オリンピック代表原も得意の大きなエアーは見られず24位。結局日本勢は初出場中本の17位を最高に一人も決勝に残れず、世界の壁の厚さを思い知らされた。3度目の優勝を狙ったカナダのジャンリュック・ブラッサールは一瞬のミスも許されない難コースを前に予選でその姿を消した。予選トップはフィンランドのヤンネ・ラテラ。新時代の到来になるのか。世界選手権初制覇を狙う。さあ、いよいよフィンランド勢登場。まずはラウリ・ラッシーラ。彼はあれですね、いつもこう安定した滑りでかなりスピードもあるんですけど、はい、さあスタートしました。ラシーラ長野オリンピックでは5位。この辺のターンすごくいいです ねツイスター、ツイスタースプレッド、あ、安定してます。なおかつ板が直線的に落としますんで、いつもよりも攻めてますね、はい、うわ、すごい速い切り返しです。今の一コブで2回ターンやりました。ピックがツイスター、ツイスター、ツイスタートリプル、これも決まってますね。ここで攻めてますね。見事です。あ、いつもよりかなり攻めました、会心の滑りじゃないですかね。しかもあのミドルパートのあの一コブ2回切り返したの2回ありましたね。そうですね、あれはなかなかねできないですよ、普通このハイスピードの中で、何しろ平均斜度が 30.5 度ですから。今のところでやりましたね、節々と重心移動が非常にいいので、ああいうクイックターンが入れられるんですよね。あ、ツイスターのひねりももう完璧ですね、はい、あ、26.12、 トップに立ちました。 4.8 ポイント出てますからね、ターン点。さあいよいよ予選トップ5の登場。まずフィンランドのミコ・ロイカイネン、ロンカイネンです。山崎さん、あの今年はとにかくフィンランド勢の強さというのは目立ちますね。そうですね、1人じゃないんですよね、5人ぐらいいるんですよね、強い選手が。今回のこの決勝にも4人が進んでいます、フィンランド、なおかつ同じ上が来てるから、そうですね。おっと、飛ばされた。これは大きいですね、これはもうターン、あ、いや、ターン点は大きく減点ですが、お、それでもここからトリプル入れてきました。いやー、この辺はフリースタイルマインドですね。すごいですね。あら、早く降りたけど失敗したって感じですかね。今でも転倒しても27秒台でしたからね。そうですね、かなり早かったですね、はい、うわ、これ内側ターンで、頑張った。ほとんど手つかないかついてるかという、うまいですね、スピード、これちょっとオーバースピードになって弾かれましたね。こうやっぱ急なんで、一旦弾かれるとやっぱこういうようになっちゃうんですよね。内側ってうまかったんですけど、頑張ったと思ったんですけど、結局ここで力つきましたね。あ、エア点はでも出てますね。出てますね、残念な結果に終わってしまいました。さあカナダ、ステファン・ローション実力者ですからね、彼は。今シーズンジャンリュックが不調の中ね、やっぱりこうカナダチームを引っ張っていく存在ですね。はい、はい、ヘリコプターが非常にうまいんで、上で、あ、上ではトリプルですね。トリプルですね、はい、ここで確実にターンを仕上げて、はい、吸収幅非常に大きいですね。さっきのパターンですね。そうですね、トニーと比べると吸収幅大きく使ってますんで、はい、非常にいいですよ。あ、そしてセカンドエアはアイアンクロスヘリコプターをスプリント、ヘリプラス2の技なんですよ、これ。はい、そしてフィニッシュ、一番大技ですね、決めましたね、これはあのクオーダよりも得点としては、そうですね、完璧に決まれば最高点が出ます、はいはい、これはすごい技が出ました、今回は気温がちょっと6度ということでね、お客さんも温かめの雰囲気で見てますが
この辺がすごく太ももがしっかり見える、あ、セカンドエアなんですね。アイアンクロスヒルの最後にスプレッドが入ってます。大技ですよね。ちょっと調整したいと思いますね。ヒルのスプレッド、あ、決まってますね、着地も見事、はい、よく出てるじゃないですか。エア点が楽しみですね。おー高いですね。出ましたね。 6.8 がいますね。 6.55、 そして 25.88 は2位に、あー惜しいですね。わずかに26点届かず、さあそしてお何でしょうかね、オリジナルのスキーなんでしょうか。壊して滑ってます、ね、さあフィンランドのサミ・ムストーネンスタートしました。さあ彼も爆発力はラウリー以上ですからね、はい、現在のところトップは同僚のラウリー・ラッシラ。さあファーストエア、ツイスタースイスタースプレッド、トリプルいいですね。落ち場所難しいところ落ちました今、あ、よくリカバーしています。もう吸収幅の大きさと直線的に攻めてくる、素晴らしいですね。さあそしてセカンドエアはツイスターのトリプル、これでもかっていうほどツイスターひねってましたね、はい、しっかりとした滑り、25秒36、本人は不満ですね。いやラウリーがやったぜって感じですけど、本人はそんなことないです仕込んでますね。これが少し飛びすぎたと思うんですよ。なるほど、はい、難しいところに落ちちゃったんで、はい、この後加速してしまいましたよ ね。自分の考えている以上に。しかし途中で持ち直してこのセカンドエア、これはドンピシャのタイミングで入りましたね。いいトリップです。着地も安定しました。で最後までしっかりターンしましたから、はい、あ、もう板をもう自分でペイントしちゃってるんですね。これは持たなくてもいいと思いますけどねあ、26点台出 た、出ました。さあこれで現在のところラシラに続いてムストーネン、ワンツーフィンランド勢ということになりましたね。すごいですねフィンランド勢も。さあしかし残る一人もまたフィンランドということで、ごっとしたら表彰台でしょうか ね。さあ予選トップ通過のヤンネラテラ、今シーズン絶好調です。スタートしました。ただ多分短いスキー、183センチの板を使ってるんじゃないですかね、はい、今年からレギュレーション変わりましたんで短い板も。さあツイスターツイスタースプレッド決めてますね、はい、ここまでここが速いんですよランには。あー、そしてほとんど直線的ですね。細かいターンです。いいですね。この短い板をフルに利用しているツイスターツイスターツイスタースイスターコード完璧に決まりましたね。来ました。もう狙ってました本当に。さあこれは会心の滑りか。これはもうワンツースリーの可能性大ですね、はい、ああフィンランド勢が決勝に進出した4人のフィンランド勢しっかりと屋根が見えないですねもうここまでのところワンツー確定ですからね。そうですね。屋根もそんな身長170ぐらいなんですけど体がすごい頑丈なんですよね。ここのエアは的確に決めてきましたね、はいはい、落ち場所もドンピシャです。そしてここから接接することにはあまりこだわらず直線的にターンしましたね、はい、ミドルパーク 1,2,3 そして4回、余裕を持って4回いきますね。そしてここのターンも良かった。あ、出ました。26.59 トップ 6.9 ですからね。やすごい点が出ました。ヤンネラテラ世界選手権を制しました。うわーすごいですね。ワンツースリーですよ。ワンツースリーですねフィンランド。いやー今シーズンあのフライングフィン、空飛ぶフィンランド人というニックネームでこのモーグル界を席巻しているフィンランドなんですが、なんと世界選手権で表彰台独占です。勢力図をもうガラッと変えちゃいましたよね。まあ、長野の時から台頭してきましたけども、ね、北米から北欧にという感じで、ね、そうですね。しかもフィンランド、まあ、フランスを超えてもう今やもうヨーロッパナンバーワン、これが世界のナンバーワンという感じになりましたね。そうですね。ご覧のようにフィンランドの旗が3つ並びました。そして4位にはカナダのローション以下ご覧のようになっていますが、フィンランド強しという感じでしたね。そうですね、表彰台を独占しましたフィンランドです。We started at the Olympics last year. Like me and Sami were second and third. Lotte was fifth. And then we had a plan. We made a plan for this year to make it to the podium, like one, two, and three. At start, it was like a joke. But during the season, we started to believe that
because we in the World Cup we were like first and second and fifth, so we really started to believe that we can make it top three in the podium, and here we did it, so we're really happy.